1956年14世森田寛也の部屋子となる。翌年、バンドを木の字を名乗り、寺子屋、のこ太郎で初舞台。以後、椿節弓張月の白縫い姫、桜姫東文章の桜姫など大役を次々に演じ、注目を集める。1982年から3度のアメリカ公演をはじめ、パリ、ブラッセル、東ベルリン、ド・レスデン、ウィーン、ロンドン、 台北などで好評を博してきた舞踊家としての活動にも力を入れ、全国各地の劇場のほか、熊本県の八千代座、愛知県の呉服座、いずれも国十分指定、愛媛県の内子座など、地方の古い劇場でも公演を行い、玉三郎の活動の中でも重要な柱となっている。また、坂東玉三郎舞踊集 VHS 全10巻26演目、 約11時間、DVD 全6巻、25演目、約9時間が完結。35mm フィルムによる本格的映像作品として、その成果は期待されている。1988年には、いよいよマラの演奏によるラベルのピアノ三重奏曲で創作、舞踊を上演。その後ま バッハの無伴奏チェロ組曲を映像収録した希望への苦闘でも共同作業を行った。同作品は、リヨンで行われたダンススクリーン96でグランプリを受賞した。同年11月には、モーリス・ベジャールの振り付けにより、パトリック・デュポン、ジョルジュ・ドンラと共演、以後もバレエとの交流が続き、1994年5月には、東京にて、 ベジャールとの共演で、ディア王からコーデリアの死を初演。歌舞伎への出演に並行し、シンパ、ナスターシャ、演出、アンジェイ・ワイダ、エリザベス、演出、ヌリア・エスペルなどの翻訳劇、サド公爵夫人など、現代劇の舞台にも成果を上げている。1986年のロミオとジュリエット以降、演出も手がけ、ナヨタケ、クロトカゲ、ワタツミ別荘などの作品で、 実力派の演出家としての評価を得ている1991年には「外科室」を初監督続いて「夢の女」がベルリン映画祭の正式出品作品となっている1995年には監督主演作品の「天守物語」が話題となる俳優としてもワイダ監督ナスターシャ映画版 ダニエル・シュミット監督書かれた顔などにも出演世界各国で上映された1997年は年頭より「大ラ・カブと軍記のアコ」や「カゴツルベ花町幼生の八橋」など小坂田としての大役を次々とこなすまた夏には木下淳次の「ユーズルで山本康恵以来2人目の主役2を演じ同作品は「 11年ぶりの上演となった2003年には和太鼓集団鈴見わらべの演出を2年間にわたり取り組み「鈴見わらべはナースツアースペシャル」として好評を博したこの模様は NHK ハイビジョン放送により「鈴見わらべ三つ玉三郎」として放送されたこのあと「鈴見わらべと」は2006年に「アマテラス」によりジョイントコンサートを開催 2005年に歌舞伎座にて収録された詐欺娘日高川入合花王が2006年にシネマ歌舞伎として各地にて上映彼ほど多岐の分野渡り素晴らしい才能を発揮できる歌舞伎役者は他に類を見ない俗に言う親まではあるが男性として挑戦し続ける彼の姿勢は私にとっては 人生の憧れでありアイドルであり師匠でもある。